どうもこんばんは、勝井助です。今日は2023年の6月28日の夜の11時じゃなくて10時ですね。ということでトーナメント戦の方やってまいりたいと思います。まあとりあえず前回の動画で降級いたしまして覇者、に落ちました。まあこれが本当残念なんですけど、まあそうは言ってられないし、まあ策を浪してなんとかごまかそうとしたけどダメでしたということであればですね、まあやむなしということで、まあとりあえずはですね、こんな感じで、また昇級目指して頑張っていきたいと思います。ハイパイ点数はまあ6点ですね。割と形がいいんで、こちら上がれそうかなと思っている次第です。なので、役割からもうバンバン落としていきます。さあ、3、4、5と5、6、7でピンズが揃ってまして、さらにウーソも入ってきましたんで、まあ、ここはペイを泣かずともリーチして上がれるんじゃないかなという期待がありますね。さあローピンも入ってきましてペイは2泣きします。はい、もうやむなし。とりあえずもうここまで来たらもう泣くしかないということで、まあそうですね、とりあえず9ピンは落とすとして、まあ数値ピン4から7で一応メンツができてますんで、あとはまあどこが入ってもあ、テンパしましたね。ということであれば、これでいい数層ですね。まあ、泣いてしまったんで手は安いんですけど、まあ、普通に親流しだと思って、やってまいりたいと思います。まあ、1000点でも上がりは上がりということで、しかしやっぱ1000点を追いかけるっていうのは馬鹿らしいですよね。ドラも取れないし。まあこれで上がっても上がらなくてもなんかどっちでもいいなっていう感じがしておりますね。これ泣いてもしょうがないんですけど泣くか。あ、間違えたな。これは間違えましたね。完全に。あら、ちょっと勘違いをして間違ってしまいましたね。はい。全く意味ないことをしてしまいました。これはもうダメですね。もう下手さ負けるなぐらいの。間違ったポンをしてしまいましたね。あら。ってなってくると、これなんかテンパ、あ、数層が出ましたね。テンパイもしましたね。はい。あ、じゃあまあ、再びE数層を目指して、はい、上がれましたね。はい、ドラが1枚増えました。で、ドラ1です。まあまあ、こういう上がりもあるということですね。はい、次です。まあ、今のは忘れてください。ということで、親番。さあ、高ハイパー演出来まして、ああ、いいですね。ハイパイ点数は、まあ、10点でしょうね。ハイパイは、イーシャン10ですから。まあ、非常に形のいいイーシャン10だし、一応、チャンターのイーシャン10なんですね。だから、ロー9、急速が入れば、チャンターですが、どうかな。あ、ローソが入りましたね。じゃあ、ここはもうリーチして、E1 と9ピン。まあ、かなりの確率で上がれそうですね。即ズも。リッソクズもチュンドライチ、ですね。ちゃんた崩れですけど、裏1でハネマン、インパチ、ということで、裏ぐらい乗ってそうですけども、はい、マンガン止まりですね。だからこれを高級する前にやってくれという話なんですけど、高級してから、こんな感じっていう、1、2、3、4、5、6、7、8種ですね。まあ、9種あれば、国士狙うんですけど、ドラもあるから、まあ、あんまり国士には行きたくないなという手配です。まあ、これだけで、あ、九種か。もう国士ですね。これは、まあ、ハイパイ点数は、まあ、2点ですね。2点のハイパイを得ましたというやつです。もう国士、ぽい手配をあえてしていこうかなと思います。まあ、これは、もう、あえて、国士のような手配をして、いこうかなと。さて、欲しい牌は、一応、九層と、白、発ですかね。あと、E ピン。九層、E ピン、白、発。あ、九層来ましたね。ということは、E ピンと白、発。あ、E ピンも来ましたね。はいはい。ということで、あとは、頭を1個重ねて、発が2枚で、発は2枚出ておりまして、あとは、白髪か。ああ、パーピンでリーチか。ということは、パーピンを2枚打てるということですね。はいはい、ペイが来まして、白か髪が来たら、テンパイなんですが、これはちょっとな、白は2枚で、髪も2枚で、
何ぐらいは勝負しても良さそうなんで、何は勝負。あ、ハクが3枚出ましたね。まあ、あと一歩でしたという感じなんでしょうけど、そうなんですよ。まさしくあと一歩でしたということなんですが、1枚のハクを狙ってリーチ。はい、ここは来てほしいな、ハク。4枚目のハクです。まあ止まる可能性はありますけどね。まあでも親の現物なんで、リーチの現物なんで、もしかしたら出ますよね。はい、当たりました。まあやむなしですね。一応薬満を転廃したんであれば、あの可能性があるんであれば、もう最後までいきます。まあ打点が高いんで、親薬満で、はい、ということです。 1,2,3,4,5,6,7,8 種ですね。8種。ただメンツの形がいいんで、これは無理に国士を狙う必要はないかなという、そんなハイパイです。ハイパイ点数はまあこの時点で、3点ですね。3点のハイパイ点数というところで、あとはまあ薬杯が結構ありますんで、あ、そういうことか。ということは、これはもう薬杯を泣かせたくないですね。ということで、本一を目指します。まあ、かなりの確率で、トンと、ペイを待ってると思いますんで、これは薬杯を泣かせない方向性でいきたいところですね。結局、まあ、この手牌も、ペイが来たか。あんまりちゃんと打っても、上がれなさそうではあったんですけど、結構手が入ってきたんですよね。さあ、相座伸びないと見たんですけど、ピンズをどんどん落としてるんで、まあかなり染まってきてはいるんでしょうけど、こっちはこっちで手ができてきたんですけどね。はい、ということで、終わりました。はい、次です。さあ、ここもとにかくトップを取りたい。でかいトップは特別必要ないんで、まあトップを普通に目指したいというところです。ハイパイはこれはまあ6点はないかな、5点ですね。メンツがないんで5点止まりという感じです。ただ普通に上がれそうな手配ではありますね。まあ5点か6点かっていう角はいいですね。これでメンツができまして、リャンシャン点です。割と形のいいリャンシャン点ですね。ただまあ E1 も何も積もらなければちょっと微妙な統一なんで、まあ、どっちか落としていく方向性ですね。あ、パーピンが来たかってなってくると、ちょっとチートイの目もあるんで、9ピン来ましたね。ここはもう E1 落として、普通にピンフ上がりができそうなテンパイが見えてまいりました。これでまあ、ウーソー積もってきての老朽ピンリーチ。E1 は重なりましたが、これはもうやむなしです。どっちしてもウーパーソーと老朽ピンが欲しいとこなんで、はい、初はいらないですね。あとは E1 落として、ウーパーソーでリーチです。リャンピンは先に落とします。まだテンパイは行ってないと思うんですよね。ローキューピン、キューピンが2枚落ちてるかちょっと微妙です。ただまあここはピンフドライチで、リーチピンフドライチを取りたいところですね。ランはいらないですね。チュンは泣きをスルーしまして、しかしまあ全然ウーパーソーも老朽ピンも全然入ってこないですね。急走は2枚持ってるのか。はいはい、ここはちょっと引きが悪い。ああ当たったか。安いからいいんですが、チートイのみか。いいでしょう。しょうがない。今さっきのウーパーソーローキューピンがちょっと遅かったのが残念でした。さて、ハイパイ点はこれはまあ5点ですね。5点のハイパイですから、まあ正味なところ中途半端ですが、まあ積も次第というところです。
まあ、これはまあ積も次第では本当に普通に上がれるかなという感じですね。さて、いい3ピンを引きましたんで、チュンを見切って、ウーソー引きか、かなりいいウーソー引きしたんで、ここはパーピンを落としてみます。パーピン落として急走、まあ、ここはイーソー落としますか。イーソー落としてハクは、まあ、ハクポンするか、しょうがない。ハクをポンしてリャンウパーソ入れて、まあでも頭がない、頭がないんでリャンウパーソ入れて2378ピン、どっか引いてくるのを待ちます。神茶がピンズ、下茶はソーズか。この4枚のピンズ結構持ってくると思うんですよね。1枚引っ付けばいいんで。あ、ここでハクがドラに、はいはい、テンパイしましたね。2ピン待ちになりましたね。ここはまあどっか想像を引いてきて3面ちゃんぐらいに、2ゾを引いてきて3面ちゃんとかがいいですね。これは感しますね、さすがに。はいはい、乗りましたね。これでこれで老朽ピンで羽マン確定ですから、老朽ピン、あ、リーチかーで、バービーはもう勝負です。ここは、はいはい、勝負した甲斐がありましたね。これでトップからの羽マンの直取りですね。はいはい、これで、逆転しましたね。形勢逆転です。さあ、あとは難波に入って、とにかく1000点1000点1000点で上がっていくという感じですね。さあ、これはハイパイ点数、まあ5点というとこですかね。まあ積も次第ではサクサクっと上がりが見えるんですけど、あ、いい積もしました。これはもうかなり上がりの可能性がかなり高くなったんじゃないかなと思います。さあ、スーソも悪くない引きですね。タンヤオは見えにくいんで、あ、いいウーソですね。これは非常にいいウーソを引きまして、いいシャンテン、まあ、3層引きか、3ピン引きしましたから、ここはもう2ピン落として2面を確定させていきます。そして、ペンチーソーじゃない、カンチーソー入れて、テンパイみたいな、あ、ドラキタか、まあいいや、ここはちょっとシャアは捨てます。でイースーピンが入ったとしたら、まあイースを切ってちょっとでも微妙なんですよね。パワーピンは諦めます。さあ、ここでチーソーが入ってくると楽かなという、ちょっと微妙な感じではありますね。まあやっぱ3層引きイースーピンが入るかな。先にイースーピンを入れて、でちょっと微妙な、なんかこう想像の形がちょっと微妙ですね。ウーソーが入ったとして、あ、チーソー入ったんで、ここはイーソー落とします。さあ、これでサブローケースを入れてイースーピン待ちかな。あ、リーチが来ましたんで、ここは離します。さあ、チーピン、ここを押すかどうかなんですけど、ここは押しませんということです。まあここで上がられてるようではっていうとこですよね。リーチか、フリーテン、いや、それなら嘘で勝負しますかね。これで一応上がれるんで、スーソーとチーピン、あ、一発、はいはい、ありがとうございましたと。まあ一発で行くっていうのはちょっと意外でしたけどね。はい、裏も乗りました。立足裏一、いや、素晴らしい上がりでしたね。今のは、まあ、ちょっと迂闊な補充だったんじゃないかなという感じですけど、上がれてよかったかなと。さて、こちらハイパイ点数は、6点、7点というところですね。一応本一が見えるんで、本一一通が見えます。面本はちょっときついかなと思うんですが、一応想像伸ばすっていう道も残しておきます。ここは早く上がりたいと言いたかったんですけど、もうローピンが来たんで、これは突っ張って本一で、まあ、一気に高い手を狙っていけそうですね。はいはい、思いっきり面本の手が入りましたね、これ。あーっと、もうこれはもう鎮逸いきますよ、鎮逸。はいはい、まあ中連ポートは見えないですけど、かなりいい形のピンズ引きをしましたんで、ここは狙わないと。まあ9ピン3ピンも泣きます。2ピンが入ってきた。
これは数ピンを入れると非常に面白いし、3ピンは泣きたいです。あ、3ピンも泣かない方がいいか。6ピンも泣かない方がいいか。9ピンも泣かない方がいいですね。ということは何が入ってくるのがいいのか。これは愚形待ちにどうしてもなるやつですね。パーピンとかが入っても微妙だし。9ピンが入りましたね。まあここはダマで一応いい数ピンか。あ、じゃない。数値ピンか。数ピン高め。数ピン高めきましたね。はい、チニツ1つ。あ、1つは使うのか、これは。はい、チニツ、ピンフチニツ。あ、じゃない、ただのチニツでしたが、はい、いい上がりです。だからこれを高級する前にやってくれよと思うんですけどね。もう本当につかないのが続きまくって、1、2、3、4、5、6、7周。とりあえずちょっと国士を見ます。これを上がりに行かないというのが、まあ、勝つ秘訣なんですよね。 1、2、3、4、5、6、7、8周ですね。8周9周、はいはい、国士が狙えそうな手になってはきますね。はいはい、とりあえず国士を狙っていきます。欲しい牌はイーソーとトンペイハツ。イーソートンペイハツ、Q1 が重なりましたね。イーソートンペイ初 Q1 3枚目です。いやー、ちょっとまあいいつもはしてるんですけど、国州に行きましたからね、もうあんまりしょうがないですけど。さて、ここは宝珠にも気をつけながら、一応国州、あ、うーん、とりあえず Q1 2枚打ちましょうかね。リャンシャンテン、リャンシャンテンでトンと、まだ可能性はあるのか、これは。でももう、ウーピンもパーソー、あ、パーソーチーソー打てるのか。パーソーチーソー打とう。ってなってくると、初、ハクも打てます。ウーピンが打てないですね。はいはい。イースーピン。はいはい。まあまあ、とりあえずはまあ、これでいいんですよ。積もられなかったから、よしです。さあ、これでオーラス、ドライ演出来まして、7万点持ちですが、早くこれが来てくれよと思っています。こういう風に勝てるときはもう勝てるんですよ。普通にでかい勝ちが取れるんですけど、なんであんなにもう本当に嫌がらせのように言及争奪戦で負けまくりましたからね。で、結局これもトップ取ってるんですけど、言及争奪戦じゃないんですよね。もう不思議なほどに言及争奪戦だけ勝てないっていう、そういうスパイラルになりましたからね。これは本当不思議な話で、はい、はめられたような気分もにもなっておりますけども。さあ、ここは本一を狙うかどうかっていうと話なんですけど、あ、ローピン来たんで、ここは本一は狙わずにローピンを泣いて上がりを取りたいと思います。これでパーソで一応上がれるんですが、まあここでそうですね、想像積もってくるようであれば、まあ本一を狙ってもいいんですけど、まあいいか、まあここはもうパーソー一択で上がりを取りに行きたいところですかね。緩和します。さあ、これでパーソー引ければと思ったんですが、そんなことはないですね。まあパーソーなんかポロッと出そうですからね、普通に。さあ、親には当てたくないなっていうところですね。はいはい、積もってきました。これで7万点トップゲットですけど、はい、まあまあとりあえずこれでよしとしましょう。はい、とりあえず1回上がることができました。カードもなんかパーフェクトみたいですね。はい、この曲は素晴らしいことばかりが起きたかなというところです。 0.275 しかもらえないんですよね。まあ一応スコアはトップ取って、まあ3位なんで進出は可能ですと。ただまあまくられる可能性も一応あると思いますから、あとトップを、あと6回はトップ取れるかなという感じなんで、6回トップ取って、そこまでやろうかなとは思いますね。現在3位です。あと2日あるのか。まあもうちょっと打っていきたいと思います。時間的に残り時間がちょっと短いんで、急いでやろうかな。あれ、そんな時間が経ったかな。2回打ってはないはずなんですけどね。ちょっともう
アンチャン2回やろうと思ってるんですけど、まだ1回しかやってないような気がしています。さて、争奪戦はなしで、一応下位の段位の方との勝負ですね。まあここもサクッとトップを取らせていただきたいところではありますが、まあなかなかそうはできないんですよね。これはハイパイ点数は7点ぐらいありますね。まずダブトンが泣けるということと、ドラが2枚来ている、真ん中のドラでなんで使いやすいですね。でここは本一は行かずに、とりあえず自敗を落としていきます。ウーソービキじゃなくてウーソービキですね。非常に、あとまあダブトンは泣けるか微妙ですけど、まあとりあえずは泣きをしながら進めていきたいところですね。パクを泣かれましたね。イーソーアイダンか。さあここはどうしようかな。ナンはもういらないですねってなってくると、まあ、ダブトンが泣けてから泣きを考えますかね。さて下茶はハクを泣いていて、まだそんなに張ったりはしてなさそうです。さあリャンソが出てきた。こちらもちょっと手があんまり早くなさそうなんで、あんまり無理してもなあというそんな感じではありますね。イーピン来まして、シャア落とそう。シャア落として、でトンがなければちょっと頑張るかな。まあでもパッソーも来たかってなってくると、あチーピンも入ってきましたね。これはあっという間に形ができてきたんで、ローソーは打てそうなんで、先にリアンピンとかの方が危ないか。ああ、詰まられた。ローソーは打てなかったようですね。はい、ローソー打たなくてよかったです。はい、次です。トン2曲、親が流れてしまいましたが、あ、後輩ハイパイ演出来ましたね。はい、こちらハイパイ点数はまあ、8点はないかな。ドラは9ンで微妙ですから7点というところですね。やっぱりハイパイ形がいかに良くてもドラがないとちょっと頑張りようがないですし、形がドラがいっぱいあってもまあ形悪ければっていう、まあ7点ですかね。形はいいです、形はいいんですけど、まあせいぜいリーチピンフですよね。これだとまあ強いて言うなら一通が見れそうですが、もうここらでリャンピンを先に落とすか。これでウーパーピン入れてスーチーソー、はい、これでウーパーピン入れてスーチーソー。下茶はピンズかな。あ、惜しい、ウーソでした。まあスーチーソーぐらいサクッと出るでしょうから、リーチピンフですね。まあなんとか裏積もって裏位置を目指したいとこです。はい、積もって、まずは積もりました。まずは積もりまして、種類多いですから、裏1ぐらいありそうですが、はい、裏はなしと。2800は安いな。まあそんなもんか。ピンフの積もってのは本当に安いです。はい、ということで、1,2,3,4,5,6,7周。ハイパイ点数は、4点ですね。これ統一が3つ、薬牌をちょっと期待しながら進めていこうかと思いましたけど、ローピン入ってきたことによってちょっと横伸びもしてきましたね。こうやってのは3ピンを積もってさらに3素3素と積もれば上がりですから、意外に上がりが見えるんですよね。あ、ハク来たか。統一が4つになりまして、まあ難はいいとして、どうかな、チューンが来ればちょっと、あー、白八チューンか。であれば、ちょっといいピン落とします。で、酸素が入ってくれば、あー、スーソじゃなくてウーソ来たんで、で、ここでチューンを諦めていく感じですかね。で、チューンを諦めて、ハツ泣いて、両ピン、数ピンと落としていくっていうのが、白を泣いて、両ピン、数ピンと落としていくのが、一つありかなと。いうとこです。なんでここはイーソーもリャンゾーも泣いて、まあウーソーを残していく。ああ、そうきた。であればスーピンをちょっと先に落とすか。スーピン落として、でまあここでスーソーとかを引いてくれば、まあイーソーを落としていくんですけどね。まあリャンピンは泣くかな。リャンピン泣いてスーソー引きを期待。
あ、チーピンが来たならギャンピン落とします。あ、しまったが、まあちょっとこれは読めないかな。ちょっと親マンか、今のはちょっとどうもならないですね。リャンピンを掴んだっていうのはちょっと微妙ですけど、はい、気を取り直して、これはハイパイ点数6点ぐらいですね。ピンズの形は非常にいいです。ただ本位置とかはちょっと厳しいかなという感じなんで、またピンフを狙って手を作っていきます。いや、でもこうなってくると本位置もあるなと思うんですが、ただスーソ入ったことで、本位置を行くよりもリーチピンフの方がまだいいかな。まあでも白が来たか、白が来たんならば、さあどうかな。白が来て、まあ、例えばまあリャンゾとかが入ってもせいぜいリーのみですからね。まあ、白泣いて本位置かな。まあそれがまあ一番無難ですよね。はいはい、ウーソはもういらないですね。まあここはパーピンとかも泣いて、あ、チーピンは泣けないですが、テンパイしましたんで、スーチーピン。まあスーチーピンはちょっと頑張って見てもいいんじゃないかなと思います。はいはい、スーピン来ました。まあまあ、白、本一で、いい上がりが取れましたね。はいはい、これは素晴らしかったということで、ナンバーに入りました。さあサクサクと進めていきたいところですが、親は何度も継続してよしというところです。ハイパイ点数はまあ、これ5点ないな、4点かな。あんまり伸びなさそうなんですけど、まあちょっとなんとかうちに寄せて、役牌を絞りつつうちに寄せていきたい。チュンが来たか。まあ、ここで何発と白をそれぞれ積もってくるだけでだいぶ形良くなるんですけど、まあ9ピンを取っておくぐらいなら白発を取っておきたいかなという感じです。さあどうか。まあトーンはいらない。でまああと小さとかが入ってくれるといいなという感じでしたね。小さが入ってきたんで白発を諦めていきます。はい、泣かれまして、ここでチューンを泣きますってなってくると、あとローソー入れてくればいいよと言おうとしたんですけどね。まあこれで一応ウーソでテンパイ。さあ、あとはこれでパワーソーが入ってくれば、パワーソーじゃない、パワーピンとかが入ってくれば4面ちゃんが取れるよというやつですね。一応これでロー級ソーが取れます。ドラが乗りましたね。これは上がりたい、上がりたい手になりました。ロー級ソー、パワーピン引きで、パワーピン引きでサブロー9ピンウーパーピンになりますが、サブロー9ピンウーパーピンが欲しいところですね。まあこれ3ピンでもいいんですけど、さあロー9層が出るか。あー、ロンかー、縮小、悔しいなこれは。残念。はい、ということで平たくなって一応ケツですが、難2極です。ここは何としても安上がりでもいいから上がって、最後安上がりするっていうのを目指したい。ハイパイ点数はまあこれも4点ぐらいかな。ドラもないし、メンツが1個あるぐらいですから結構微妙ですね。いや、今のが上がれなかったのはきついな。まあ、これもちょっと役牌を大事にしつつ、2フーロきついな。親の2フーロはちょっときつい。これはちょっとな、3フーロか。3フーロはしない。いや、もうここはちょっと親に打たないことを考えていった方がいいな、これは。ハツか、まあペイを打つとして、こっからちょっと避けていくっていうのは難しいですからね、正味。ある程度相手の手牌を読んでいかないと、どんどん入ってきてるんですよね。まあハクを打つか、ハクとハツを打てますね。トンがもうシャワーはシャワーぐらい。ああ、そういうことか、ウーパーピン。さてさて、これで親に上がられると
ちょっともう差がついてきてしまうんですよね。あと親番が残ってないんで、きついな。シャーチャでシャーがドラです。ハイパイ点数はこれまたまあ4点ですよね。メンツもね、1、2、3、4、5、6、7周、いやー5シャン点、これも上がれるとは思わない方がいいやつですよね。さてさて、ここで何をするかといえば、白とチューンを絞るぐらいしか、やることがないですね。これはもうちょっとおとなしく、もう黙って、反敗切りでもしていようかなというような手配です。まあ、ここで、白がなくなりましたね。白を打ちましょう。ここで本当、薬牌をもう下手に出したら、後々、もう絶対勝てないような感じになるような気がしてなりませんね。まあ、とりあえずシャーは残したとして、まあシャーはでもこっちのお高瀬なんで、あ、泣かれましたね。はい、ちょっと捨ててしまったのは失敗だったかもしれないですね。あ、そうきた。はいはい。であればこっちも合わせていきますよという感じです。もう全く勝負にならないんで、かといって安牌も全くないぞ。これはまずいな。全く安牌がない。ああ、取ったでもパーソが1枚通ったとてっていうところですよね。いやー全くないぞこれは。本当にローソー行くか。ローソー、ローソーが3枚打てるんで、まあこれは良かったかと思うんですけど、ただ親がちょっともう、ああそういうことか。ペイも当たり、これはちょっとどうもならないですよね。ここでちょっと対面に上がられたら、ちょっとまた上がりが、ケツが見えてきましたね。これで、ハネマンツも条件ぐらいになってしまいましたね。これハネマンいけるか。リーズもドライチじゃ足りないですよね。全然マンガンとかだと直撃して、満直を狙うしかないかな、ここは。まあ、リーチしてマンガンを作るっていうことを考えて打っていきたいと思います。とりあえずハクももう先打ちして、もうリーチを狙っていきます。さてここでいくと3層入れて、老朽層入れて、3ピン入れてってすれば、まあどうにかなるかなという感じですね。まあうまく打てば上がれるかもしれないと。さあローソが入りまして、で、ここで行くと、まあ、3ピンが入るといいけど、あー、2フーロー食らいましたね。親の2フーロー。まあ、ペイはいいとして、数ピン。じゃあもう1ピン落とします。さて、どうかな。これはちょっと3層が入って、まあ、ウーピンが来たかってなってくると、ここはチーピンを1枚落としてみるか。チーソーはちょっと出せるとして、サブローピンが入って酸素ペン換酸素でリーチたら、まあタンヤをリーチ、タンヤをドラドラとかで、まあなんとかなるのか。いや、ここはもうチーピンを行きます。一品を勝負、まあ一品を勝負しよう。一品、三品も出てるか。いや、もうこれは行きますか。これで数層、あ、三層、あ、わかりました。これでポン取って、リャンゾで勝負ダメかダメでした。はい、ちょっと浅はかでしたけど、はい、終わりましたね。ということで、またケツになったか。まあまあ、3着になるのはもうしょうがないんで、結構まあ、どのくらい取られるんだったか忘れましたが、4、マイナス 0.4 か。でかいな。はい、ということで、34分になってしまいましたから、ここまでにしたいと思います。はい、まあまあ、前を向いて頑張ってまいりたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。